行くわ。来ていただいてありがとうございます。お仕事ですよ。あ、そうなんですか。あ、僕があの監督の弟さん脚本で書いてて、本当に同級生なんですか。俺ずっと同級生。あ、そうですか。みんな身内。グスイオン監督、深町ゆりえさん、そして加藤雅也さんです。この映画はですね、ちょうど2年前に加藤さんから深町さんを紹介していただいて、まあ、同じ下関だって言うんで、どう映画とかっていう、まあしょうがないねっていう始まりですね。2年でできるなんて、僕の間では超特急というか、だいたい6、7年かかるもんなんです。だから撮影できたこともすごいですし、それも大変なんですが、その後興行するっていうのはまた大変なんです。オクラになるかなと思ってたぐらいなんですけど、今日こうやって、できたのは非常に喜んでます。下関の人にいっぱい協賛もいただきまして本当にありがとうございます。今日はたくさんの方に見ていただいてとても嬉しく思いました。一人でも多くの人に愛される映画になればいいなと思っています。よろしくお願いします。本当に具監督とはもう37年ぐらいの付き合いなんです。で、僕がモデルやってた頃に具監督がまだね、ペーペーサード助監督だったんですけど、その時からの出会いで、で今から10年ちょっとぐらい前に再会して、で何かやりたいなと話をしてて、でちょうど深町さんとも短編映画を撮る機会があって、え、下関なの、あ、じゃあ宮さんっていう監督がいるんで会ってみたらっていう感じだったんですよね。それでそれ1年半ぐらい前ですよ、宮さん。そんなもんだ。うん。それで、そしたらこんな年離れてるのに共通の知り合いが出てきたんですよ。まあこの辺で笑ってるから、ね、それで一挙に話が進んで、だからやっぱり地元のつながりっていうのはすごいもんですね。だって具さんと10年話してても何も起こらなかったのに。いや本当ですよ、話は本当に年に5、6本あるんですよ。実現1本もしてないですよ。あ、これ初めてです。ああそうなんだね。奇跡的ですよね。でもそうやって本当に具さんがおっしゃったように、今日こうやって初日こんだけ入ることって本当ないんですよ。映画ってもうギリでいや間違いなくギリだと思います。はい、それが嬉しいじゃないですか。ギリやろうなんだろう、来てくださってね、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。この回はですね、もうお帰りいただいた方もいらっしゃるというほど満席なんですね。皆様ありがとうございます。それでは改めて監督にお伺いしたいと思いますが、地元下関での撮影がほとんどだったと伺っておりますけれども、そのロケ地を決めるにあたって、などロケ地について教えていただけますか。はい、観光地は皆さんよくご存知で、意外とでも映画では浜神宮があんなに撮ってるとこもあんまりなかったりしますよね、皆さんと。まあ、大体今までの映画もちょこちょこは撮ってたんですけど、まあ、独特な青春時代を過ごした街ですから、思い出は当然あります。でも久々に帰ってくるとやっぱりいいですね、関門海峡。そうですね。でみんながこう協力してくれて、下関だったからこう実現できたのかなって思います。僕はこれを今回の映画は下関映画と位置づけて、いるんですね。で下関映画っていうのは何ぞやというと、下関でロケしたんじゃなくて、下関の人たちで作ったもの。広島の映画もそうなんですけど、広島映画というふうに呼んでます。それは広島の皆さんと作ったもので、
まあ、いわばあの広島カープにですね、あの助っ人外人が来たみたいな感じで、あなたたちがあるものに僕が入ってきてるんですよというスタンスで、やりましょうということで、ちょっと前も岐阜で映画を撮ってきたんですけど、まあ、そういう、なんていうんですかね、地元の人たちと何かをやることによって、映画ってこんな楽しいし、こんな大変な作りがあるんだよって分かってもらって、でまたみんな、皆さんがこう劇場にこうやって、来てもらって、あいつ出てるじゃん、どうやとかっていうような話ができるような楽しみ方があればいいかなという。だから今後も、これはある種のライフワークとして、やっていきたいなというあの映画作りですね。この映画はね、単純にこの2週間とか公開されて終わる映画じゃなくて、ずっと10年後20年後語り継がれていくような映画になってもらいたいなと僕は思っていて、それは皆さんの方にどこかで上映して見ていただけるということだと思うんで、あの本当に最初に言いましたように、これ下関映画であって下関ロケ映画とは違うので、あの皆さんで大事にしていただ行っていただければいいなと思いますので、あのよろしくお願いします。万人受けするような映画ではございませんあのでもアップがない、アップがないのは理由は単純ですね。こんなでっかい画面で見るんで表情がよくわかるんですね。昔の映画はもうほとんどアップがなかった、時代にやっぱり、大好きだったので、こういう撮り方をしています。何回か見ていただくと本当に後ろの人の顔とか、一番大事なのは本当は物語どうでもよくて、そこに映っている匂いとか、なんていうんだろう、温度というか、体温というか、そういうものがを感じるための映画というふうに僕は映画を撮っています。何が言いたいかというと、何回も見てねということが言いたいだけです。